どうやらコースは枠番通りです。人気の中心丸野和樹が絶好枠からインコースに進入ということになります。大馬の努力、トレーニングで心技体すべてを磨き上げました。1号艇の丸野の引戦、そして2コースが2号艇の藤若、目指すは悲願の G1 タイトルです。この日兵庫の地で栄光をつかみ取ります。音速のホワイトタイガー2号艇藤若、そしてこの外には3号艇馬場が陣取ります。速さと強さで魅了します。ここ黒スピードスター3号艇馬場、その外4コースが4号艇の次第。朝1番から闘志全開、ペラを叩いて勝負をかけましたホワイトシャーク4号艇白井英二、そして5コースに5号艇峰が構えます。ファンに勝利と笑顔を届けます。ボート界のナンバーワンにしてオンリーワンの存在5号艇の峰、大外6コースが6号艇小月、地元で決めた G1 初優出、逆境での強さもまた魅力です。6号艇小月博士、スロー3艇ダッシュ3艇、ホーム向かいの風、風速は4メーター前後。 G1 天ヶ崎センプルカップ優勝戦、内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。ほぼ横一線の形、一周一枠に入っていきますが、先行するか1号艇の丸野、2号艇の藤岡、そして行く3号艇握っていったのはババア、バックへ入って刺した、届いたか、いや届かない、先頭はこらえる1号艇丸野、内側からもう一度来る2号艇の藤岡、スタートは正常でした。2番を目指していきまして、先頭は1号艇の丸野、2号艇の藤岡が2番手追走を、内から接近3号艇のババア、方面帰ってくるが、ここで突き放すのは1号艇の丸野和樹、2番手追走2号艇の藤岡で、3番手は3号艇ババア、上位体系123、4番手に4号艇白井と5号艇のミレ、6号艇小月がその後方になります。6選手全員が0台への仕掛けでしょうか。厳しいスタート合戦、見事に勝ち切ったのは1号艇の丸野、2番手追走が2号艇の藤岡で、3号艇馬場3番手、上位台系123、4番手以降は5号艇4号艇6号艇が続いています。6選手全員が0台半ばへの仕掛けということになりましたが、先頭は陰線きっちりこらえた1号艇丸野、そして見せ場を作りましたが2号艇藤岡、惜しくも2番手、3番手から3号艇馬場、上位台系123、最終周回に入ります。早めにペラボがっつり修正、先手先手の調整作業で、最後もインから先手必勝、シリーズ頂点見えてきたのは1号艇の丸野、そして2番手から続くのは2号艇の藤岡、いや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 、内側から3号艇のババアが押し上げてきて、上位体系は1番3番と変わってくるか、ラストワークの旋回に移って、先頭は独走路1号艇の丸野和樹、 G13 度目の優勝見えてまいりました。今年こそグランプリの大舞台へと、マルトレパワーで突き進みます1号艇丸野、そして2番手は競り勝った3号艇馬場で、上位体系132、先頭1番の丸野優勝の五輪、2着3番の馬場五輪、3着2番藤岡五輪、5番峰4番の白井五輪、6番の小月が五輪、以上天ヶ崎第12レースでした。